さあ、行きます。はい、どうもパテマス協会でございます。ただいま1時20分、月曜日、見事前の家の片付けが終わりました。お疲れ様でした。乾杯。ハイボール。ペーターさんそこでカレー食べてます、大盛りの。美味しい？よかったな。今日は月曜日から揚げなんですけど、ちょうど俺の前に同級生の工務店の社長のところの部下が唐揚げ弁当4つぐらい買ってて、多分あれほとんど大盛りよ。で、ご飯残ってるって言って言ったら、すいません、ご飯もないんですって言われたんで、レンチンご飯をどうしても腹ペコやったのが朝から先で2個分、2合はないかな、 1.5 合分、あと唐揚げね、おまけいっぱい唐揚げサービスしてくれたから。でこちらはごつ盛りソース焼きそばを今これやってます。腹が減った。まあ、でも私はこの後用事とか作業あります。もう木切らなあかんからね、薪をね。まだ食べますよ、今日はたっぷりと今日は食べます。ペーターさんも今回ゆっくりでしょ。あ、じゃあお菓子作り女子力上げてる。女子力、バナナのやつにしてな。できるやろ。寝そうやな。寝てそうやな。というわけで、ちょっとごつ盛りソース焼きそば作らせてもらいました。キャベツがびっくりするぐらい少なかったのと、肉は2厘も入ってない。まあ、でもこれは100、ごつ盛り120、30円。安いからね、仕方がない。あと、まるちゃんか。まるちゃんのソース焼きそば。マヨ入ってんやな。あなたやりだしたな、トイレ。あ、ピナコもなんか言うてるわ。ピナコ、ピナコ昨日から怒られまくってますからね。あら、いい匂い。え、焼きそば食べたいの？違うよ、インスタントいらんやろ、あんた。そんなことはない。あ、そうな。これと、かけよう。お腹減ったわ、ほんまに。腹が減った、今日は。でもまあ、あとは消化試合みたいなもんやからな。気切るだけやから。2時間ほど気切り続けるだけやから。なんとかなるやろ。これ入れますんで。よいしょ。たっぷりかけとこうかな。2回、あともう1回。でも少ない。そんな多ないもんな、これ。もう全部いっちゃおう。もう全部いっちゃっていいね、俺は。いっちゃっていいやろ、これ舐めたけ。せやな。食べられへんかったし、あんた辛くてこれ。結構これ辛いです。福神やったっけ。風吹くのなめたけ、大人の七味なめたけ、なかなか辛いですよ。私は美味しいんだけど、まあ、トイレでね。重い。これです、今日は。というわけで食べます。いただきます。焼きそばからいただこう。ふりかけないんやな、これ。焼きそば定番の青のりとか入ってるやつ。うん、うまい。久々になんかカップ焼きそば食べたけど、あ、うまいな。日清やまるちゃん、やっぱソースしてる感じ美味しいな。うまい。でもさすがに大盛りでもここまでご飯入ってへんからな、唐揚げ弁当。自分でこれレンチンしてもよかったかもしれない。うん。うん。うまい。ベータさんは唐揚げ1個でいいの？唐揚げ1個でいいの？悩ましい。まだ残ってる3つ。俺のとこ乗ってっけど。結構重いやつ。いただきます。うん、うまい。このカレーうまいな。うん。
頑張った甲斐があった。うん、あ、最高。やっぱ唐揚げ麺でいいな。昨日の夜唐揚げ食べたけど毎日いけるわ唐揚げ。飲み酒うまい。なんか今日はね、鶏か好きですかって言われて、お姉さんに好きですって、いっぱい余ってんで入れときますって、めっちゃサービスしてもらった。うん、でも鶏皮はご飯じゃない、酒飲みだからな。鶏皮あるんですよ。うん、落ちた。音最高やろ。ASMR、MR。カリカリやで。うまい。いや、仕事ね、お昼の酒が俺なんか何気に一番うまい気するんやけど。昼酒。それもちょっとなんか作業とか仕事ちょっとしたと。だから、休みの日に半日だけ働いて、あ、めんどくさい言いながら、その帰りに一杯飲んで帰るっていうのは最高なんちゃうかなと思うな。食べた。わ、すごいね。結構な量あったやね。1合以上あったんじゃない？うん、うん、取っていい。ああ、うん、ああ、うん、コルセットやろ。ああ、まあ食べれそうや、コルセットとか。マジかよ、才能あるな。才能あるな。食べるからあげる。うん、これがいいな。トリーさん、いいよ。ありがとう。トリーな、うん、いいよ。これシャキシャキするするよ。全部シャキシャキする。殻は、皮じゃないよ、それは。海外してるよ。うん、美味しいな。うん、もう一度、奥なの。うん、優しいな。もう、それとか、あくらがアウトローってなっちゃう。うん、美味しいな。うまい。うまい。うまい。おでんせんな。ベースに。うん。ありがとう。ね、唐揚げは買っただけやけど。めっちゃサクサクな。うまいなこれ。うん、サクサクやねんけど中ジューシー。いいな。店員のお姉さんも作り方知らんやって、社長が仕込んでくるからやって。うん、社長が仕込んできたやつを私あげるだけなんですって言って。うん、南国電波っていうところです。うん、ほら半分。あ、わかんな。チョコレート。トルコチョコレート。トルコチョコレートすごい。甘いよそれ。ちょうどあったかいね。さっき16度。で、最低気温9度って言うよ。うん。
もう先週までいろいろ出かけすぎたから今週はちょっとやることやらな。ちょっと鼻水出しすぎてるからこれ皮拭いたらいい？拭いてむしろ拭いてあげていいね、むしろ拭いて。うん、猫アレルギーやね、サンボ自分の毛のアレルギーや。うまいな。美味しいな。うん、美味しい時、次のことも考えるよ。全然考えない。ん？次の唐揚げのことを考えるの？うん、考えへん。あれ？どういうこと？次の唐揚げ。食べながら美味しいから次の唐揚げのことを考える。うん、あれ？違う。全然。失礼しました。目の前の唐揚げだけや。そうだ。うん。どうやろ。うん、あ、そうなんや。いやね、一途やから。一途やん。面白いな。うん、人それぞれ違う。これはうまい、ほんまにうまい。アラビアコ。うん。どこの唐揚げですかとかよく聞かれんのよ。チェーン店ではないでしょ。あの南国電波っていう。うん。うん、なんかニンニクが程よいニンニクの感じやな。うん。うん、不思議なね、唐揚げ屋さんですよ。ジューシー。まあ、唐揚げ専門店やからさ、それは唐揚げに力入れてるよね、そら。幸せそうだね。めっちゃ腹減ってたし。こんだけ食うたらそれな、午後から動かな、うん、寝そうやけど。これは寝えへんの。立つの、うん、眠気、うん、その、寝そうだね、してるやん、うん、髪の毛もちょっと綺麗にとかしてほしい。髪の毛ボサボサになってる。声がいいねん。あえてや。そんな人いる。一心不乱、何もかも気にせずご飯を食べてる人。あ演出や、演出は。絶対普段もそうや。演出普段から、あ、普段から演出や。うん、普段もう裏表あらへんや、うん、ずっと一緒や。うん、もう一個唐揚げ食べなあかんな、これ。なんで割り合わへんの。うん、いけるけど、うん、迷うな、どこ残ってんの。一心不乱じゃないや。一心不乱じゃない。迷うねん。一心不乱じゃない。アホや、アホやな。夜に一個ずつにした方がいいかなっていう優しさやろ、これは。視聴者とか食べよ。一名様に、一名様限定。全部終わった。
そこはもうラスク。でもこっから1時間か2時間ぐらい、1時間以上、1時間半か2時間ぐらい、もう巻き作りやから。分かった。食うとかへんかったら。でもな、この視聴者の人が食べててそんなことがへんみたいに言うけどさ、うん、動いてる量がもう人の3倍ぐらいやってるもんな。休めんよ、これ。休まんよ、こんな人間いい日よ。朝5時から、うん、5時から、もう5秒で起き、うん、休憩せへんからな、休憩せんな、うん、さっと起き、うん、さっと行動し、次の仕事をすぐするというな、うん、消費してるもんな。うん。これ、控えめね。はい。控えめにやってっから。何に対して？お前がおるしやん。あ、お前バテるやん。え？バテるやん。バテるわ。あんな距離歩く。もう、油断したら姿なくなる。俺はトムさんもやってるで。そうな、うん、分かった、食べたな、うん、2000カロリーぐらい。調理師さんがおればな、うん、栄養士がいたら怒られる な、 せやな、野菜取りましょう、うん、偏りすぎですよ。アルコールと糖質は控えましょうと。炭水化物と。でも昨日友達と喋ってた。人間とこ大丈夫なって言ったら、糖尿言うてよ。えぇ、そうやで。同級生？同級生で糖尿？糖尿の毛があるから、うん、数値が上がってるから、気をつけてくださいと。はい。だから俺そう考えて健康よ。はい、というわけで17分食べ続けたな。お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。ほな皆さん、週の始まりご苦労様です。またね。ほな。